こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は2月の5日の月曜日です。昨日行われました京都市長選挙、大激戦の末ですね、我々が推薦していた松井浩二さんが、共産党の推薦する候補者に、結果的にはですね、1万6000票、の票差をつけてですね、見事初当選させていただきました。今回の選挙はですね、選挙後半になるにつれですね、非常に厳しい展開となりまして、その原因はですね、いわゆる政治と金、自民党我々の派閥のですね、いわゆる裏金キックバック問題、これが政治不信を招きですね、本来自民党に入れていただくべき方もはじめですね、この無党派層という方がですね、どんどんその批判の受け皿として共産党の支援する福山さんという方にこの票が集まっていったということがどうも見受けられたようでありました。でこの選挙戦を振り返りますと、まず最初の選挙戦の時はですね、最初の選挙戦の最初の頃は今回の選挙は久々の三極選挙で、それは我々自民党が推薦する自民党、公明党、立憲民主党などが推薦するですね、この、松井浩二さん、それから、共産党の今の福山さん、それと何といっても一番大きな台風の目はですね、この村山翔英さんという、維新の会がですね、推薦する予定だった候補なんですね。でこの方3回目の立候補ですけど、今回は維新の旋風が、去年の統一地方選挙でも京都でも吹きましてね、かなり議席を、維新の議員の数が増えたと。でもともと村山さんの作った京都党というのを足してですね、そこに前原さんの、支持する、国民民主党の京都を足していくと、自民党と肩を並べるところまで実は、市議会の会派の人数はなったんですね。ですから、そのことを考えますと、これはもうそこに共産党もです。もともと強い第三極としてありましたからね、三つどもえだと。特に維新の会が、京都で初めて首長で取るんじゃないかというのがですね、大きな、話題関心事だったんです。でそこで私はですね、まずこういうことが去年の段階から分かっていました。その前哨戦の、11月に行われた、京都府の八幡市の市長選挙で、これも本来はですね、いつもこの京都市長選挙、今年に行われる予定だったんですけれども、八幡市長の堀口市長が、その前の年の、にですね、辞任をするという決断をされまして、そこで、一足早くこの市長選挙を実施することができたわけです。で、その時にですね、この八幡の市長選挙というのは、まさに八幡市というのは大阪府の、枚方市と隣り合わせですから、まさに京都における大阪の入り口と言ってもいいわけですね。そこでこの八幡の市長選挙は絶対に維新が取りに来るというので、それを阻止するためにですね、私たちは川田翔子さんという33歳のもともと京都市のキャリアの職員でした、京都大学を卒業した若手のこの女性の候補者をですね、擁立をして、ここでなんとか維新を撃退することができた。でこの時も実は共産党の候補者が出てますから、今回と同じ構図なんですね、京都市長選挙で。でその時のですね、維新の候補者というのが尾形さんという、もともと自民党の府会議員をやっていた人間が出るというですね、これまた我々にとっても前代未聞の、裏切り行為が行われたわけです。そして今回の京都市長選挙はですね、これと同じ構図かなと思っていたところにですね、二之湯君という、これまた自民党の府会議員だった人間がですね、突然立候補表明すると。でこうなってくると、自民党とそれから、自民党をはじめとするこの連立与党と、この維新共同党などとの中にですね、自民党を分派してきた、分裂してきたこの二之湯君が出てくることによってですね、自民党からこの松井さんからこの票が流れてしまう。そうすると間違いなくこれはですね、維新の推薦する候補者村山さんが当選する可能性が非常に高い、
そこにそういう非常に大きな危機感を持っていたんですね。でところが、実際には、その選挙直前になって村山さんの、政治資金パーティーが架空ではなかったのかというですね疑惑が出てきて、結局維新などの政党の推薦が受けられなくなったために村山さんの評価は一挙に下がったんですね。でこうなると、もはや、自民党の推薦する松井さんの圧勝かと思っていたらそうならずにですね、村山さんに集まっていた、票がですね、無党派層というものがですね、今度は、福山さん、共産党の推薦する福山さんに回っていったということです。で結果的にですね、本当に、僅差に、16,000票の票は最後はつきましたけれども、開票の途中ではですね170票差まで詰め寄られていましたから、本当に我々はですね白票の勝利だと言っていいと思います。で今回こうした、選挙の様子を見てまして、私が反省点として考えるところを今から申し上げたいんですが、まず一つはですね、何て言いましても政治と金の問題、これは私自身も、派閥の修正申告を受けまして、私自身の政治資金も修正せざるを得なくなりましたけれども、この問題は詳しく私の YouTube でも説明しますけれども、本来、我々がですね、このキックバックと言われる形で還付された金額は、この正しくですね、収支報告に記載させてほしいということを私の秘書が、この派閥の方に要求をしていたにもかかわらず、それがですね、かたくなにきつく拒否されて、いや、もう絶対他の人も同じようにやってるんだから、なんとかそちらで処理をしてくれということになってしまい、それを受けて、この秘書の方が一人悩んでですね、じゃあもう派閥のお金を預かってるんだから、そのお金は次の派閥のパーティーで、その分を使って返していくと。という形で、いわゆる裏金になったりすることもなしにですね、使途不明になったりすることもなく、すべて派閥に戻しています。ですから、裏金の存在というのは基本的にないわけですね。しかし、ないんだけれども、出と入りを、この書いていないわけですね。相殺するとゼロになるわけですけれども、それは、この政治資金報告上、この問題ですから、それは修正せざるを得なかったと。しかしこれはですね、私ももう少し早くこの事実を知らされていたらですね、もう当然派閥にこういう処理をさせるようなことはやめてほしいと止めていたはずなんですが、同じことが安倍さんがそのことを聞きつきですね、こんなことはやめさせろということになったんだけれども、それを結局安倍さんが亡くなった後ですね、後を継いだ幹部の皆さん方が誰一人その言うように従わなかったと。これ一体どういうことなのかと。ここはですね、国民ではなくても、一般の国民ではなくても、我々自民党の特に、清和会の人間がみんな思っているところなんですよ。ですから、ここはしっかりですね、この市長選挙を勝たせていただきましたけれども、これからはこの問題の解明をしっかりやっていかなきゃならないし、これはやらないと、もう自民党は、国民から目離されてしまいますよ。そこはまず一つ、今回の選挙の大きな、この厳しい選挙になった原因だと思います。それともう一つこれが大事なんですけれどもね、結局京都はなんで共産党が強いんですかと言われるんですよね。共産党も強いけれども、今回は、この維新やそれから、二之湯君という自民党を飛び出た人も、それなりの票を取りましたね。でこれは一体彼らは何を言ってるかというと、実は同じことを言ってるわけなんですね。これで何かというと、要するに世の中の矛盾や問題点、彼らが感じる世の中の矛盾や問題点、それを彼らなりにですね、分析をして、世の中のここが悪いから、これを変えなきゃいけない、この仕組みが悪いんだということで、要するに体制の批判理論をですね、どんどん展開していくわけです。で、そもそも共産党はですね、共産党員であっても、共産主義社会を作ろうなんて思ってる人は、私はもう一人もいないんだと思いますよ。しかし、彼らの、じゃあその行動の一番の原点になるのは何かというと、この批判理論なんですよ。で、これは、詳しくはですね、東北大学名誉教授の田中秀道先生が、詳しく書かれています。ここにその本、リンク貼っておきますから、ぜひ皆さん方も見ていただきたいんですけれども、私もそれを読んで、本当に目から鱗と思いましたけれども、要するに批判理論というのが、ドイツのフランクフルト、
フランクフルト大学、そこの、学派ですからフランクフルト学派と言われてますけれども、これが共産主義に変わってですね、要するにリベラルの論法のまさに中心思想となっているわけですよ。要するに権威を批判する、体制を批判する、 そして、少数者を持ち上げていくと。でこういう形でですね、少数者の保護というような名目でやっていくんですけども、結果的にこれやると何が起こるかというと、社会が分断されるんですよ。みんなが被害者意識を持つようになると。何か生きづらいことありませんかと、そういう問いかけをやっていったらですね、それは社会が悪いからですよと、そういう答えになってですね、じゃあその社会を変えましょうよという、これがリベラル、この分断思想、あの批判理論の元になっているわけですね。で皆さん方も私が今言ったようなことを社会のいろんなところで教えられていると思います。まさにこれ日本の社会ではですね、戦後ずっとですね、日本だけじゃありませんけれども、ヨーロッパもアメリカも含めてこの批判理論というのがですね、教育の一丁目一番地の、この理念になっているんですよ。でこういうことを公教育でどんどん教えていくとどうなるかと、それは当然のことながら社会から阻害されていると感じる人間が増える、そして家庭からも阻害されてしまう人間が増えていく、そして、この不平不満を世の中に持つ人がどんどん増えてくる、これが世界中で起きている現象なんですよ。そして日本でもそれが共産主義が中心でしたけども、今や共産党ではなくて、あの他の維新にしてもですね、結局はこれ保守系の政党だと思われてますけれども、決して保守系ではなくて、そういう批判理論を展開しているわけです。でこれがですね、世の中を分断してしまうんです。しかし日本人の伝統はそうじゃないんですね。いろんな立場の方、いろんな、の環境で育った方おられるけれども、みんなの意見を集約してですね、みんなが敵ではなくて、被害者でもなくて、加害者でもなくて、みんながですね一つになってやっていこうと、和をもって尊しとなすとですよ。でこの17条の憲法が一番大事なんですね。でそしてそれが日本人の価値観だったわけですよ。だから、この宣伝の教育の中ではですね、そういう敵対意識を持つような教育ではなくて、教育直後に代用されるようにですね、みんなが仲間だから、みんなが一緒に支えていこう、それは親子関係、夫婦関係、兄弟関係、友人関係、みんな同じなんだよと、そしてそれが国を作っていくんだよというのを教育直後が教えているわけですよね。そしてもしも一旦環境があれば義勇公に奉仕ということで、この自分の国は自分でしっかり守っていこうという、この当たり前の道徳、こういうことをですね、公教育で教えてきたんですよ。ところが戦後一切これを教えてないというか、教えちゃいけないことになってるんですね。で教えてるのは何かというと、先ほど言ったようなこの、いわゆる、フランクフルト学派の批判理論ですよね。体制を批判する、そして自分たちが生きづらいのは何か社会が悪いからだと、全部自分に矢印が来てないんですよ。自分が何とか社会を良くするとか、自分がこの、心の持ち方を変えるとかですね、そういうことじゃなくて社会が悪いんだという話の論法で、これをどんどんやっていくとどうなるかと。で今回の市長選挙というのはまさにね、この共産党の推薦する福山さんと大変厳しい接戦になりましたけれども、その村山翔英さんという維新の、方、それから自民党を出ていった、除名された二之湯君もですね、結局言ってること同じことを言ってるわけですよ。しがらみをなくすと、社会を変えると。でじゃあ何を変えるか、どうするのかと、ね、みんながそういうことやって、この人が悪い人だということは言ってるけれども、じゃあみんなが一緒になって何かできるかといえば、みんなが不満がどん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 溜まるだけでですね、批判理論は成功するけれども、世の中を成就させることはできない、それが今回の選挙でつくづく感じたんですね。でそれを思った時にですね、実は私この本、星野原点を問う正論という本をですね、これ確かですね平成の10年10月に出してるんですが、でこの本は今アマゾンで売ってますけれども、もうほとんど在庫ないんで大変プレミアムついてます。中古でどっかで絶対見ていただきたいんですけど、ここに関東にですね、西部先生が
星野新鋭を究極の先生に踊り出ようと、今からまあ25年前に出した本ですけど、西部進先生に序文を書いていただいたんですね。でそこでこの西部さんが言ってるのは、この自由といい民主といい、その本来の姿は保守的なものなのである、つまり歴史的なものを確保すると、保守するという意味での、言い換えるとアメリカ流ではなくてヨーロッパ流の言葉の違いにおける保守であるべきなのが、日本の自由民主党ではないかというのも、我々はヨーロッパの諸国にも増して日本歴史的なもののフォークだったからであると。しかし残念ながらこの保守の意義が戦後日本では、50年余り経って正しく理解されてこなかったと、うんぬんの話出てるんですけれどもね、まさに私が今言ったようなことを西部先生がお話していただき、そしてここに書いている話、私の書いている話はですね、まさにそのことなんですね。家族、とか地域とかですね、そういうお互いがお互い助け合っているという、これ当たり前のことを、ここで述べているわけです。でこれ後ろにこんな私の若い時の写真ありますね、はい。まあ、こんなになっちゃうんですね。でそれで、そういうことで私は今日申し上げたいのは、こういうですね、今更ながらこの何十年、まあ、西部先生は戦後50年とおっしゃってますが、そこからもう25年ですが、戦後80年ですね、本当にずっと間違った、この勘違いの教育をしてきたと。で民主主義というのを思い違いをしてきたと。その結果何が起こったかというと、もう共産党を、共産主義を信奉する人はいないけれども、ね、もういろんな自民党の中からでも、要するに自分の好き勝手、社会の矛盾点を、変えればいいんだということだけで、社会は本来どうあるべきなんだというですね、根本的な歴史的なもの、その歴史の上に我々成り立っているわけですからね、その本当の意味での保守というものがなくなってしまったところに大きな問題点があります。そしてこの保守の一番大事なのはですね、生き方の価値として日本人なら武士道でしょ、結局ですね、潔く責任を取って腹を切るということなんですよ。で冒頭言った政治、資金の裏金問題などもですね、はっきり言いまして、我々はまさにこれもらい事故のような形で、派閥の処理が適正にやってくれなかったから、本来何の問題もなかったものがですね修正の対象になりましたけれども、そもそもこういう間違った仕組みをですね、考案しやってきたその人間がいるわけですよ。でその人間は、誰かということをですね、まだ分かりませんけれども、少なくとも起訴されなかった、起訴されなかったから無罪なんじゃなくて、こんなとんでもないですね、仕組みで社会を混乱させ国民の不信を招いた、その責任は万死に値するわけですよ。で本当だったらですよ、昔の日本人だったら腹を切ります。つまり議員を辞めるなり自民党を離党するなりですね、それなりのけじめを作るというのが私は日本人の生き方だったと思いますね。でそれが全くこの戦後の保守政党の中で、おもんばかる人がいなくなっているということが国民の不信感を呼んでいるんだと、このことを改めて申し上げたいと思います。今日これから国会に行きまして、まあ、そういうことをですね、これから選挙もありましたから、しっかりと党内で議論していきたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。